ンヘルマン・ハイティンクは、オランダの指揮者。アムステルダム出身で、同地の音楽学校に学ぶ。1954年から1955年まで、フェルディナント・ライトナーに指揮を師事するまでは、地元のオーケストラでバイオリンを弾いていた。1955年に、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団の次席指揮者に就任。1961年から1988年までアムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団の1967年から1979年までロンドンフィルハーモニー管弦楽団のそれぞれ首席指揮者に就任。1978年から1988年までグラインドボーン音楽祭の1987年から2002年までロイヤルオペラハウスの音楽監督を務める。1991年にエラスムス賞を受賞。1995年からボストン交響楽団の首席客演指揮者となり、2004年に名誉指揮者となっている。2002年にドレスデン国立管弦楽団の首席指揮者に就任したが、これは音楽監督就任を要請されたものを辞退した結果であり、同時に次期音楽監督の選任への協力を託された。しかし2004年、楽団とザクセン州は彼に相談なしにファビオ・ルイージを2007年からの次期音楽監督に指名。ハイティンクはこのことに対し、オペラはともかくオーケストラレパートリーの経験が少なすぎるとして反対したが、聞き入れられなかったため、同年5月に辞任を発表。11月のロンドンでの演奏会を最後に辞任した。以後は同楽団には客演していない。2004年5月には同楽団と最初で、そしておそらく最後の来日をした。2006年からシカゴ交響楽団の首席指揮者に就任。2009年2月にはシカゴ交響楽団と共に再来日を果たしている。日本には1962年のコンセルトヘボーとの来日を皮切りに、1968年に再度、コンセルトヘボー、1969年はロンドンフィル、1974年はコンセルトヘボーと初の単独来日、1977年はコンセルトヘボーと首席指揮者在任中最後の来日、1992年はロイヤルオペラと初のオペラ公演、1997年はウィーンフィルハーモニー管弦楽団、2003年は PMF とスーパーワールドオーケストラ、2004年はドレスデン国立管弦楽団、2009年はシカゴ交響楽団、2013年はロンドン交響楽団、2015年にもロンドン交響楽団と来日。2019年6月12日、2019年9月6日のルツェルン音楽祭でのウィーンフィルとの共演を最後に引退すると発表した。レパートリーは幅広く、ベートーベン、シューマン、ブラームス、ブルックナー、チャイコフスキー、エルガー、マーラー、ショスタコービチ、ボーン・ウィリアムズの交響曲全集を完成させている。アンドリュー・クラーク、ベルナール・ハイティンク、アンフィニッシド・シンフォニー。ファイナンシャルタイムズ、http://www.heat.com、インターナショナル、CMS、S0、AB093A38226311D9、B80 から 0000E2511、C8、HTML、指定自治音=インターナショナルアクスズ33、イフンルツル2014年6月8日閲覧。巨匠指揮者。ベルナルト・ハイティンクが引退を表明。タワーレコーズオンライン、https://tower.jp/article/campaign/2019/06/13/012019 年6月16日閲覧。ありがとうございます。